セバスティアン・ドゥメオは、フランスサンドニ出身のサッカー選手。セリエウディネーゼ・カルチョ所属。ポジションはディフェンダー。イタリアでのプレー歴が長いことから、生の日本語表記はデマイオや混合した、ドゥマイオ表記も見られる。初期フランスのルーアンとキュイゾーを、本拠地とする、アマチュアクラブである CS ルーアンキュイゾーで、サッカーのキャリアをスタートさせた。その後、 一部リーグであるリーグンに所属する、A、AS、ナンシーの下部組織を経て、2006年夏には当時、イタリアのセリエ B に所属していた、ブレシアカルチョに完全移籍する。ブレシアとレンタル時代ブレシア移籍初年度は、ユース部門であるプリマベーラにてトレーニングを積んだ。2007年6月17日に、タイシーリミに1912戦にて20歳で、セリエ B にデビューを果たした。 2007から08シーズンは経験を積むために実質アマチュアリーグであるセリエディのチェラーノ FC にレンタルに出される。チェラーノではレギュラーとして32試合に出場し5得点を挙げた。翌2008から09シーズン前半はブレシアに戻りトップチームに所属していたが出場機会が限られたため同シーズンの冬には再びチェラーノにレンタルで移籍する。 2009から10シーズンからは、ブレシアのトップチームにて戦力とみなされていたが、2009年の秋に足首の負傷により10週間の離脱をした。このシーズンにチームはセリエ A の昇格を決めた。怪我から復帰し、2010から11シーズンはセリエ A にデビューを果たすが、同シーズンの冬の遺跡市場にて、セリエ B のフロジノオネカルチョにレンタル遺跡に出されることになった。 ブレシアは1シーズンでセリエ B に降格したが、これを機に2011から12シーズンから、ドゥメオはレギュラーとして活躍するようになった。同シーズンは39試合に出場し、続く2012から13シーズンは38試合に出場、チームを昇格プレイオフとなるセリエ B で6位に導く、活躍をした。ジェノは2013年6月29日に、 ブレシアでの活躍を認められ、セリエ A に所属するジェノア CFC に完全移籍することが発表された。同年9月15日に行われたダービーマッチである、対 UC サンプドリア戦にて、アレッサンドロ・ガンベリーニとの交代で、ジェノアでのデビュー戦を飾った。2014年1月26日にはアウェーで行われたタイアクフ・フィオレンティーナにて、セリエ A 初得点を記録する。 このシーズンは23試合に出場し、2得点を挙げている。ジェノアでは、ジャンピエロがスペリーに監督のでスで、3バックに適応して、レギュラーセンターバックとして定着し、2014から15、シーズンは33試合出場した。2015年6月には、イタリア人女性と結婚し、同国のパスポートを取得した。 続く2015から16シーズンは28試合出場している。アンデルレヒト2016年7月6日に、ベルギーの強豪クラブである RSC アンデルレヒトに4年契約で完全移籍した。同クラブでは、リーグ戦に2試合出場したが、監督との衝突が発端になり、家族がいるイタリアへの復帰を望んだため、わずか6週間在籍で再び、イタリアに戻ることになった。 フィオレンティーナ2016年8月18日にアクフ、フィオレンティーナに買取オプションのついたローンにて移籍することが、同クラブ公式サイトにより発表された。ありがとうございます。